2日間間いてでレクチャーと今日のイベントに参加しましたけど、間いての、スタッフの人たちのがすごくフレンドリーで、それから、工場がすごく綺麗で、そんなところがすごく印象に残りました。それから昨日のアワードでは、日本のディーラーにも取ってもらいたいなと思いました。で今日の、コンテストは、本当に素晴らしいケースがたくさんあって、とってもうまい人がたくさんいるんだなっていうのがすごくよく分かりました。そんな印象です。アイダイテは、新しいパウダーが出るとそれに対する、開発のスピードがすごく速いんですね。でそこがすごく素晴らしいと思います。それから新しい、パウダーに対する、リスクもいいんですが、工場の生産性がすごく高くて、出来たてのものが送られてくるっていうような感じを受けるので、その辺が、すごくいい感じがします。でそのレスポンスの速さと、それから開発の速さ、それからクリーンなところで、ディスクを作っているので、それの信頼性がすごく高い。それから塗装のパウダーも 100% 使ってるっていうところも、すごく素晴らしいと思います。特に日本では 3D マルチレイヤーがの色とか、強度だとか物性がすごく良くて、たくさん使われてるんですが、これをもっと広めなきゃいけないなっていう使命を今日感じました。で使いやすくて、強度と、エステティックなところを十分満たしてくれる、ディスクだなっていうふうに思いますので、それが我々技工士にとってすごくメリットがあるんじゃないかなっていうふうに感じています。いろんなプロダクトがあるんですが、今日工場に来てデスクが気に入りました。あれ売ってくれればなと思います。それから個人的にはアイダイテの、グレイズペーストがすごく好きです。粘土が素晴らしいですね。何度もステイングレイズをするっていうケースもありますが、一回で終わらせたい時ってありますよね。そういう時にはそういう時にもすごく、いいペースだと思いますので、粘土は素晴らしいなと思います。でまた温度の違うものが出るっていうような噂を聞きましたが、それもいいと思います。で今後作ってほしいのは、もう少し強度のある、エナメル層に強度のある、ブランクを作ってほしいですね。例えば全部 GPX4 のグレードでできているような、接円まで1000メガパスカルぐらいある、ブランクがあったらもっといいですし、それからもう一つはマルチレイヤーで、モーラー強吸収用、大吸収用の強度がものすごくあるマルチレイヤーも作ったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。それともう一つ、あと薄いディスク、10ミリのディスクが欲しいですね。日本ではインレイが多いんですよ。インレイには薄いディスクが欲しいんです。だから、10ミリのディスクがあったらすごくいいなと思います。以上です。